じゃあ質問いきましょうか。そうですね一つの新規案件でのリサーチ時間、リサーチ後の書き上げるまでの時間、編集にかかる時間などを教えてくださいというご質問ですね。はい、小野さん35歳の、はい、一つの案件でのリサーチ、ライティング、編集、よくあるプロセスではありますよね。そうですね、はい、基本的にはこの3つのプロセスで、行いますけども、その時間をどれぐらいかけてるのかっていうそういうことだと思うんですけども、まずこれ自分の場合ですけど、はい、クライアントとの打ち合わせで、はい、じゃあいつこれやりましょうっていうのは先に決まってる状態になりますね。まずね。そうなのでそこから逆算してって、その仕上がりのデッドラインがもうそこで決まるわけですね。例えばそれが、じゃあ5月の20日であれば、はい、今日は4月の28でしたっけ 7か7なんで、20日間で、これが例えばチラシとかであれば印刷にかかるのが何日とかあるんで、そうだ、印刷があるから、そうでプラスじゃあリサーチしてライティングして編集してクライアントに出して、それで一発で OK になるわけではなくて、それでクライアントから要望が上がってきたりとかで、しかもそれがタイムリーに上がってくるわけじゃないんで、そうなんですよね、1日遅れとか、そうなんですよね、で2日ぐらい来なくて電話したらちょっとまだ見れてませんとかつかなきゃいけない、そういった余裕とかも見て、そうするともう初稿はもういつまでに出さないと間に合わないっていう、そのリサーチライティング編集っていうのを全部で使える時間っていうのがそこで決まりますよね。例えば5月20日にチラシを出すとした時に、印刷会社の一番安いプランで10日ぐらいかかるやつがあるから、じゃあ5月10日までには印刷会社に発注をかけないといけない。じゃあその直前、その前にクライアントとやり取りして、チェックしてもらう期間、これも人によるけど、3日ぐらい見ときますか。ものにもよるか、5日見ます。5日見るか、そうですね、余裕持ちたいですよね。じゃあ5月5日には初稿を書き上げなきゃいけないっていうふうに自動的に決まってきちゃうんですよね。その使える時間の総量は。総量。5月5日。来週中ですね。そうですね。その中でじゃリサーチに何時間、ライティングに何時間、編集に何時間とかっていうのは決めないですね。あ、その中で分けるわけじゃない。分けちゃうっていうか、多分リサーチをそれでやっちゃうと。あんまいいリサーチできないんじゃないかなっていう、気はしますね。じゃあ例えば5月5日までに書けばいいとした時に、はい、じゃあ5月2日までリサーチしようとか、そういう決め方はしない。しないですね。で逆にそれでやっていくとリサーチが足りないんで、ライティングができないんですよ。できないというかめっちゃ時間かかるし、なんとなくでやる部分が増えるから大したものが仕上がらないっていう。でもさすがにやっぱ前日までにはライティングに入りたいなとかありますから、じゃあ5月4日には入りたい、そうですね。そうだからその最悪ここまではリサーチ使えるかなっていう、ギリギリいっぱいまでやっぱリサーチっていう、でリサーチさえちゃんとやっとけば別にライティングなんか止まらないですからね。そうなんですよね。ライティングってね、本当にリサーチが済んでる時は時間かかんないんですよね。だ最悪そのリサーチが本当に十分なんだったら、5月4日に書き始めたって4日中に終わったりとか考えられますもんね。チラシぐらいだったら。リサーチ、そんな感じじゃないですかね。実際現実は一つだけのプロジェクトをやってるってこともないんですよね。同時にやっぱり何個か。もう2個どころじゃなくて3個4個5個6個って同時に走ってるから、例えばリサーチを5月4日までって決めたところで、5月4日まで今から1週間ぐらいありますけど、1週間丸々使えるわけじゃないですね。そうですね。その1週間そのプロジェクトに関しては、じゃあ1週間はリサーチで置いてあるけど、そこには別の案件のなんかライティングが入ってきたり、別の案件の編集が入ってきたりするわけじゃないですか。だからあんまりこう僕自身はですよ、あんまり決めることに意味を感じないんですよね。その場合によるというか、じゃあ4日まで大丈夫とか全然思わないですね。やれる時にやりっていうぐらいのことしか考えてないかなっていう感じがします。でまあ C っていうならそのリサーチ本当の全くの未経験の業界っていうか、その知識が全くないものに入ってくるんだったらやっぱり1週間ぐらいはリサーチだけの時間っていうんですかね、じっくりやれる時間っていうのは確保した方がいいかなっていうのは。そうですね。だ今自分らでやってる案件の、作るのにやっぱりそのくらいリサーチは時間かけましたからね。まあ、かけたっていうかかかったっていう方が正しいかな。でやっぱ結局そのリサーチの時間決めちゃうと効率よくやろうとしちゃうんで、自分がこうだろうって思ってる答えを探すリサーチになっちゃうんですよ。なんかその、自分こう思ってるから、そうであってほしいっていうところもありますからね。だって話簡単だからと思っちゃうとか。それやっちゃうとやっぱコピーの質も下がるし。この間のあれでやったのは、検索するであろうキーワードを何個か3個か、一応3個、複合のキーワードで。作ってでそれ検索してそれで出てくる上位30サイトをそれぞれ全部見ていくっていう。まあその時間かかるんですよ。ただそれでやって書いてクライアント出してでまあほぼ一発 OK というか。で結構そのなんか専門的な知識も必要な案件だったんで、やっぱそのくらい。やった方がいいかなっていう、やった方がいいっていうか、やっぱでもそのクライアントの案件が続く場合は、そこでリサーチをがっつりしちゃえば後では使えますからね。そんなにないですからね。最初だけっていうのもあるかもしれないですけどね。僕なんかが例えば孫さんのものをやってる時って、できたらこう上げて。なんかフィードバック返ってきて、直してまた上げてっていう、なんかこのサイクルが超高速なので、なんていうかな、そのいつまでにできればいいとか一切なくて、できたら出してでどうこうの繰り返しだから、なんかね、こうあらかじめ時間を設定するって感覚僕はない。まあそれは僕の働き方がそうだからかもしれないですけど、僕はないですね。その最短でやっていくみたいな感じ。まあでもどっちかですよね。なんかその関わり方っていうか、そのまあクライアントとのそのやってるやり方であったりとか、チームでのそのやり方であったりとか、まあ最短でやって準備でき次第リリースなのか、デッドライン決めて、そこまででベストなもの、そうですね、でリリースしていくのかの。まあ一つ言えるのは、残り時間がどれだけあろうとなかろうと、その中でのベストを尽くすしかできないので、我々としては結局はですよ。だからまあいろんな制約があると思うんですよ。プロジェクトの納期の縛りがいっぱいあると思うんですけども、まああまり無茶じゃなければ受けて全力でやって、その中で多分自分はこうだなってのが分かってくると思うんで。次からはそんだけの納期くださいっていうこともできるし、いやもっとできますっていうこともできるかもしれないので、っていうふうにやっていくしかないですね。まだ良くないけど、受けるだけ受けちゃうと自分のキャパが分かるんで。そうですね。一回。最初の方分かんなかったです。僕もそうですよね。セールスライターとして、もちろんパラパラ来るからそれは全然対応できるんだけど、どこまで自分がその受けてもいいものかってさっぱり分かんないんですよね。で幸い受ける量が増えてきて、受けてってやったらある日超えたんですよね。超えちゃダメなんですよ。あ、ここ超えたわって。そこはちょっと失敗っちゃ失敗ですけど、でもそれがあったから次からじゃあそれを超えないようにってできますから。まあキャパを知るのも一つ。そうですね。ちょっとそのキャパも人によって違うと思うんで、一回オーバーさせる。そういう経験も必要かなと。それでも地獄見ますけどね。本当きついって。きつい。きついですよね。本当きつい。本当きついですよね。しみじみと申し上げて。そうですね。終わりたいと思います。ありがとうございました。はい。